今日は伴奏奏最後のテストカットです。ビビリ音や振動音を最大限止めてみました。20デシベルほど音が下がりました。この テーブルに対しブレードのスクエアを見てあります。このスクエアの調整はなかなか手間取りますが、これとこれでこちら方向の調整をします。これがこちら方向の調整のテーブルのあたりの全ネジボルトです。ここに涙クッションを貼ってあります。こちらからの振動をテーブルに伝えないためです。このバンド層にはフェンスが別売で売ってます。今日はテストカットの引き割りを行います。フリーハンドでこんなものを切るのはわけない話なのですが、これを引き割ってみます。そうすることにおいて テーブルとブレードの直角度合い、なおかつフェンスがドリフト現象を起こすのかどうか、それがテストカットで明らかになります。
引き割りをします。引き割り方向を書きました。23.8。23.5。23.4。23.3。23.3。この板を3ミリほどの引き割りを行います。このようにドリフトが出てます。このドリフト現象の調整に行います。この隅なりにフリーハンドで切ります。
95ダメだ。46mm、そんなわけでトリ
ドリフト調整終わりました。46mm 引き割りをやりましょう。これ割ってみます37。30、31。32。32。35。30、31、3mm。薄いな、24。25、24、21、22。ということは、俺のテーブルの直角が出てないのかな。悪くない。まあしょうがないのかな。まあ、ほぼ 0.2 の誤差で、引き割りができました。もうちょっと研究してこれ以上の精度を出してみましょう。このレーザーを使いました。